なんとかね、荷下ろしの方もしっかり終わって、まあ、今日の荷物フレコンだったんでね、しかもあの小さいフレコンですか、もうめちゃくちゃ安定してる荷物だったんで、もう何事もなく、よいしょ、下ろしてこれたんですけど、あんな荷物ねばかりだったら最高なんですけどね、本当にいい荷物ですよ。もう全然動くこともないし、いい荷物っすわ本当。卸先の人もね、もう優しい人やし、ね、感じのいい人やし、うえい、ああいうとこで仕事できるのは最高っすね。で、今日はまあいつも通り、あの富山からの荷物があるんで、そっちへ向かいたいと思います。今ね、朝の7時30分なんですけどね、やっぱ車多いね、この時間はね。なかなか思うようには進んでいかないですわ、これ。なんとかね、ちょっと近いところまで着いてから、そこで4時間空けたいんで、あのコンビニまでね、早めに着けたらそこで休もうかななんて思ってたんですが、多分そこまで時間内には着けそうにないですね。なのでちょっとどうしようかな、まあ、また近いところまで買い物だけして近いところまで行くって感じかな。じゃないとちょっときついかもしれないですね。とりあえず日差しがすげえ暑い、ほんと暑い、ここジリジリしてるもん。結構真夏っていうか本当に暑い時とかそういうのはあれですね、結構日焼け止め塗らないんですかみたいなのあったんですけど、結構塗りますよ日焼け止め。やっぱ塗ると全然違いますよね。コンビニで休めるか休めないかの際どい時間になってきましたね。コンビニでね休憩できるとねいいんですけどね、時間になったら、まあ、ご飯とか買いに行けるし、あったかいの食べれるしね。やっぱ買って出てってるとね、温めてても冷えてるし、もう食うときにはなるべく温かいものは温かく食べたいですもんね。コンビニで休めたら嬉しいなってとこなんですけど、まあその前にまずコンビニで泊まれるのかなってとこなんですけど、まずはそこです。このまま順調にいけば、なんか時間内にはつけそうな気がするな。あとはコンビニが空いてるかどうか、そこですね。今思いっきり願ってます。空いててくれと願ってます今。
うだ。あ、なんか微妙やな、あれ、何開いとるんかな。あ、なんか一つ開いとるそうな感じやけどな。あれ一つ開いとるな、多分。うわ、入れんかな。前におるトラックとか入っちゃうかな。頼む。うわ、なんか入れたぞ。なんとか止まれたぞ。あとはあそこに上手に入れれるかどうか。止めれました。はい、なんとか止めることができました。ではとりあえず荷台を片付けなあかんのかな。荷台も片付けないかんし、あ、とりあえずこれ切ろう。よし、荷台も片付けないかんし、そうしよう。とりあえずね、荷台片付けましょうかね。積み込みの準備は完了です。よいしょ、熱い。アイス買ってきた。これ昨日やったかな、一昨日やったかな、なんかそんなもんにこれ食べたんですよ。美味しくって今あったでまた買ってきた。ではさて、ちょっとね、積み込みにね向かいたいと思います。
ね、富山の街の中です。よいしょっと、さて左折なんですが、ここが怖いんですよね、結構ね、ほんと。左折はやっぱりなんかちょっとね、緊張するよね緊張するっていうか、なんかちょっと神経使うよね。